70年代の予算が縮小されたときにどうやってそれをやりくりしていったのかっていうのを、何か秘訣みたいなものがあったりとかっていう、会社全体が今あの特撮では何をどうやってるかっていうのを分からせる必要がある。つまりもうそれまでは円谷さん、あれあの人何やってるのかなと、なんか空撮ってるらしいぜみたいな感じだったわけだよ。ああ、なるほど、はい、周りはね、知ってるのは関係者だけで、まあ、よう分からない。それともう一つね、これはね、あのいわゆるもうゴジラは東方のスターではないという風潮があった、うん、つまりこれ以降ちょっと続くんだけど、はい、だん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 ゴジラが下火になってきて、それで一時ゴジラ中断するわけ、はい、ゴジラ対ヘドラの背景セットは荒野いっぱいなんだよ ね、 そうなんですね。日本に荒野なんていうとこどこにあるの。たたり見回して全部山と空しかありませんなと、ところがね、どこにあんのよ。でもミニチュアセット作ったら金かかる、スタッフは一つの。それまではつぶらや組ってダーンと助監督がいたけど、ゴジラ対ヘドラは特撮と、だから僕と坂野さん、監督が二人いるんだけど、そこに助監督が一人。つまりそれまでは特撮専門撮ってたキャメラマンじゃなくない、つまり特撮のスタッフで全部撮ったの。あそこまで縮小したってことですね。そういうこと。確かに監督と2人おるから2班体制やなって僕ら思うじゃないですか、うんうんうん、あそういう意味で言うとほんまに一班ですね。一班だって人数が減らなきゃ人件費減らないんだから、ね、東方大企業はあなたもご承知の通り人件費間接費か計算したらものすごい莫大な量になるわけだから、人間が少ない、あるいは稼働時間を減らす。だからあの作品は確かあれね、2週間強で撮ってるんだよね。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。発電所で炉心取り出して、吸うでしょ。あれはこんな発電所作っていいのという僕のメッセージ。だからそれを僕はあの84ゴジラでゴジラに簡単に上からやられる。ゴジラが誕生して生まれて時間が立ったんだけど、いまだに世界中の人に喜ばれてるってことは、作り手映像作家としては最高の喜びです。嬉しいです。どうもありがとう。